はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ピーマンです。というわけで、今回妖怪ウォッチ実況10回目になりますよ。今回もやっていきたいと思います。今現在ウォッチランクは D ですね。OK、行きましょう。さて、またまた新たな物語が始まると思いますのでね。前回の物語は一旦終了しましたから。お、次は何だ？行ってらっしゃい、あなた。なんかいるね。妖怪いるよ。早速いるよ。早いね。早速出てきた。今日は大事な会議があるから帰りが遅くなるよ。お、なんか妖怪ついていってるよ。なんか変な妖怪いるよ。今何あいつ、何あれ。お、なんか不穏な BGM が。電車が来るまでまだ時間があるな。出発する前に書類を確認しておくか。お、取りつかれたね。なになになにこいつ。あれ、俺は何してたんだっけ。おっと、電車が来たぞ。急がなきゃ。お父さん、お父さん、書類忘れてるよ。のーん、電車が行きました。あの妖怪は何なんだ、気になるね。ん？忘れ物かな？オッケー、ピーマン来ましたね。ピピピピピ。電話だ。あら、お父さんからだわ。どうした、お母さん。お母さんかわいいね。お母さんかわいいね。大変、ピーマン。お父さんが小日向駅に大事な書類を忘れたみたいなの。それを探して、お父さん届けてくれる？ほうほうほう。うん、わかった。マーカシンシャイ。オッケー。お父さんが忘れた書類を取りに行くんですね。おいえい。オッケー。お父さん、ドジだね。ドジっ子なお父さんだ。オッケー、行きましょう。お、来ましたね。何でしょうか。お父さんの忘れ物。ん、あ、妖怪がいるね。なんだ、何してんだ。導き。こっちこっち。お、どうした。あ、いるいるいる。なんかついていこうか。ちょっと物語は関係ないですが、ついていきましょう。お、いたね。どうした。こっちこっち。おっしゃ、いた。どうしたどうした。また何回逃がさんぞ。何があるんだ。何かあるのかな。早い早い。どうしたどうした。何が出るかな。お、お、宝箱。何、導き、いい子、ありがたいね。梅おにぎり、ありがとう、導き。何が出るかな。ほんといいやつね、お前。感謝感謝、かわいいな。かわいい上にいいやつってね、もう涙出てくるわ。ちょっと待って、妖怪メダルの方ちょっと変えていきましょうか。手持ちのね、うん。ちょっと妖怪の方も強くなってきましたからね。なかなか苦戦することは多くなってまいりましたから。うん。妖怪大事点だ。妖怪を入れ替える。バック、手持ち、控えのメダル。ノガッパ、こいつ欲しいよね。プリチ。オゲ、セットしましょう。どうしよう。誰いらないかな。ドンヨリーヌがちょっといらないんだよな。オゲ、これでいいでしょ。うん。他は、肩乗り小僧。まあ、こんなもんでいいでしょう。バクロバー。バクロバー。ランク D なのか。いいね。もういいや。もういいや。行きましょう。で、メダルの方だけをちょっと変えとこうかな。手持ちのメダル。前後ちょっと変えとこう。これでいいでしょう。うん。じゃあ、お父さんの書類を取りに、駅まで行きましょう。駅はどこにある。ちょっと導きがね、良かったね。ありがたいね。オッケーオッケーオッケー。ハゲジジイどうした。ジジイハゲてんじゃねえか。オーケー。ちょっと待てよ。これでもアイテム買っておいた方がいいかもな。ちょっとね、ないからね。お、クエストかなこれ。うー、お腹すいたよ。あれも食べたいし、これも食べたい。クラスメイトのアイさんですね。どうしたんでしょうか。なんか急にお腹がすいちゃって、でもあんま食べたら太っちゃうから困ってるのは当たり前だね。なんとかして。なんともできねえわ。妖怪の可能性がありますね。ちょっとこの辺りを調べてみましょう。オーケー。腹ペコアイタン。お、いるね。これ車かな？車にいるね。
どこにいる？出てこいや。今すぐ出てこいや。お、いたいたいた。なんだこいつ。だるま。逃がさないよ。逃がさないよ、兄貴。オッケー、見つけた。金のだるま。なにこいつ。だるだるま。ほう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 。襲いかかってきた。なんだろう、こいつ。こいつで合ってんのかな。オッケー、ジミー。戦う。技技技。ナイス。オッケー、行こう。セミマル、素早く行こう。小石の術。セミマル、今だ。ミンミン斬りを食らわせてやれ。うん、いいね、強い。ナイス、倒した、倒した。これでいいのかな。勝利。うん。経験値6。なんだったんだ。これじゃないね。これ関係ないね。妖怪レンズで見ていこうかな。いないよね、何も。あ、今なんか反応あったね。あれ、今反応なかった？この辺で。どこに行けばいい？反応、反応。こっちかな？妖怪の気配がする。またお前か。まあ、一応倒しとこうか。オッケーオッケー、逃がさないよ。おいえい。これはちょっとこのアイタンのクエストとは関係ないね。オッケーオッケーオッケー。どこにいるんだ？よくわからないね。オッケー、ジミーだ。オッケー、倒そう。素早く行こう。小石の術。にゃん。前のめり。水流の術。おお、強い強い強い。一気に倒したね。素早い。勝利。経験値処分、身代わり人形。お、倒しただるだるまが近づいてきた。オッケー、友達になりましょう。これは初見妖怪ですね。だるだるま。おお、渋い、声が渋い、怖いわ。ニックネームはいいでしょう、このまんまで。うん。オッケー、また新たな妖怪が増えましたね。あら、これちょっとクエストとは関係ないね。どこにいるんだ？反応はあるんだけどね。この近く。妖怪レンズで調べてみましょう。ん？いないよね。あ、なんかあるね。あ、いた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 。なんだこいつ、なんかいるぞこれ。オッケー、ナイス、来たこれ。ひもじい。なんだこいつ。ひもじいだって。どうした、ひもじい。ひもじい、ひもじいのお腹が空いたの。かわいいな。いやいや、この妖怪はひもじい。近づくだけでお腹が空いてきますよ。なんだか梅おにぎりが食べたい気分じゃ。梅におにぎりを持ってきてくれたらここをどいてやるんじゃが。ずうずうしいな、このじじい。このクソじじい。オッケー、梅おにぎりは持ってるので渡しましょう。オッケー、梅おにぎり渡したらじじい、どっかに消え失せろ。だがまだ食べたらないの。葉緑茶。なんだこのじじい。くそ。自動販売機に売ってみますね。これ確か持ってるよね、葉緑茶も。おいおいおい、このじじい贅沢だな。ほいほい、もういいだろ。お前スイーツが食べたいのとか言わねえよね。冗談じゃの。わしはいくら食っても満足せんからの。おいおいおい、いくらをいくら食っても満足せん。どうした、急にどうした。オッケー、これでいい感じですね。ひもじい、どけ。このじじい、ほんと贅沢なじじいだな。オッケー、いいでしょう。あれ、お腹ペコペコ治った。なんだろう。オッケー、クエストの方解決しましたね。頼み事ですね。うん、これストーリーとは関係ないけどね。ウィス、お見事。解決。オーケー、経験値ゲッチですね。ハンバーガー、ハンバーガー、チーズバーガー、なぜだ。ボーナスチャンス。お、なんか来たよ。お、外れ。ノーン、外れましたね。
じゃあね、ちょっとコンビニで梅おにぎりの方買っときましょうか。オッケー。ピピピピピ。なんでそれ。オッケーオッケーオッケー。買いに来たんだよ、コンビニの店員。買う買う買う。ちょっと体力アイテム買っておかないとね。梅おにぎり、ほんのりか。ほんのり回復するのか。HP が少し回復する。これ1個何本するんだ ?20 個くらい買っとこうかな。OK、これでいいでしょう。もっと買っとこう。OK、これでいいでしょう。行きましょう、じゃあ。またね、ちょっと、ボス妖怪。もういいや。妖怪ボスね。OK。何こいつ。猫、ミャオ、猫かよ。ビビった。こっちから行けないので。OK、OK、OK。素早く行きましょう。さて、お、妖怪の反応あるが、もうこれは無視でいいだろう。相手してる暇はないんだ。申し訳ないね。さて、駅遠そう。駅遠いな、これ。お、BGM が変わったね。お、クエストがあるね。クエストがあるが、今はいいでしょう。素早く行こう。坂を降りる。この長い長い下り坂を。君を自転車の、お、いたスタミナが切れた。近くに来てる。オッケー、スタミナ回復でございます。オッケー。これでオッケーですね。どうしたんだ、坊や。オッケー、大事な書類の方を手に入れましたね。ナイスナイスナイス。早いところ電車に乗ってしまいましょう。電車に乗って桜中央シティに行こう。オッケーオッケーオッケー。行きますよ。お、また新たなエリアに行けるらしいですね。おお、電車に乗ってる。早い。早く着いたね。オッケー、着きましたね。オッケー、オッケー、ナイス、ナイス、ナイス。さて、これをお父さんとこ持っていくんだね。こっち行けばいいのか。お父さんも来てるのかな？来てないのね。オッケー、オッケー。お父さん来てくれたらよかったのね。おお、また新たなエリアン来ましたよ。ウィスパーどうした？どうも、このウォッチしてみてください、ビーマンくん。ウォッチ？何？おお、妖怪！あ、さっきのやつだ。うわ、何この妖怪？いるぞ、横にいるぞ。これは妖怪忘れん坊です。ほうほうほう。この妖怪に取り憑かれたものは忘れっぽくなってしまうのです。こんなん大量なのは私も見たことが。はて、何の話？ウィスパー、おい、ウィスパー。てめえ。この妖怪の仕業は違いありません。忘れん坊に取り憑かれてしまったら何をしていたのか忘れてしまいます。奴らに捕まらないようにお父さんの会社を目指すのです。お父さんの会議まであと3分しかありません。オーケー。何これ、ワクワクワクドキドキドキ。忘れん坊に捕まるとアウトだね。3分しかないからね、素早く行こう。時間あるよ、これ。オーケーオーケーオーケー。やばいね、忘れん坊に見つかるとアウトだね、これ。うわ、ここいるじゃん、まずいな。路地裏、ナイス。こっちから行こう。ナイス、ナイス、ナイス。いいね。出てきた。すぐそこだ。すぐそこだ。あっち渡ろう。素早く行こう。ナイス、ナイス、ナイス。忘れん坊はもういないね。オッケー、オッケー、オッケー。手前に。ののまず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 。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。来た、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 来た。ナイス、来たよ。はぁ、はぁ、ここにはいないみたい。お父さんに書類を渡すまで、ノー、忘れん坊。7階だっけ？エレベーターのすぐですね。さあ、行きましょう。あ、ここはどこ？私は誰？おいおいおい、忘れすぎだろ、お前。オッケー、まだ油断しちゃダメですね、これ。エレベーター、オッケー、ナイス！ 7 階。いるよ、いるいる、まずい。こんなに大量湧いてるよ。あ、いたね。お父さん持ってきたよ。よかった。難しいね、これ、結構。OK、大事な書類の方を渡しました。
おお、これだ、間違いない。ふみちゃんのパパ、ピーマン本当にありがとう。後できっと礼をするからな。オッケー。いやいや、まさかこんなミッションあるとは思わんかった。難しいわこれ。さあ家に帰りましょう。お、妖怪との戦いはないのかな。皆さんお集まりですか。おお、いいね、キリッとしとるね。オッケー、電車で家に帰ろう。ほうほうほう、じゃあ電車で家の方に戻りましょう。しかしなんか対戦ありそうだな。これで話が終わりかなとは思ったんですが、まだなんかありますね。お、もうヘトヘトだよ、電車で帰ろうか。忘れん坊のせいで走り回されてしまいましたからね。おいおいおい、後ろいるぞ、後ろいるよ。ノンピーマン、ダメだ。あらららら、あれ、俺どうして駅前に来たんだっけ。おやおや、また忘れん坊取りつかれてしまいましたね。お前もだ、お前もだ、ピーマンくんが好きだからそんな目に。ノーン。はて、なぜ駅前に。ウィスパーだって人のこと言えないじゃん。爆笑してる場合じゃねえ。は、あの妖怪を捕まえましょう。え、なんで。オーケー、どうやら対戦ですね。捕まえるのか。逃がしませんよ。あ、待てよウィスパー、後ろにいるぞ。後ろのやつも追いかけてやれよ。忘れん坊を追いかけよう。どこにいる。うん、反応はあるね。こっちか。あ、こいつは違うのか。忘れん坊はあっちにいますね。矢印出てますね。D ランクの反応があるな。オッケーオッケーオッケー。上に行きましょう。上に上がります。お、いますね。ここに行けばいいのかな。オッケーオッケーオッケー。いたぞ。逃がさぬぞ。よくもやってくれたな。シャドウの向こうに逃げるなんて、なんて憎たらしい。信号が変わったら飛び出さないように急いで追いかけましょう。オッケーオッケー、危ないよ。信号早く変われ。待ってねえじゃねえんだよ、早く変われお前。オッケー、いった。オッケー、ナイスナイスナイス。これでオッケーかな。もう少しです、ピーマン君、急いで捕まえてしまいましょう。二度と私たちをバカにできないようにヤフンと言わせましょう。忘れん坊はパン屋さんの方です。さあ急いで。怒ってるね。お、ジバニャンのミッションがある、クエストがあるが、まあ今いいでしょう。今が、今やる時じゃない。オッケー。いましたね、忘れん坊。もう逃がさないよ。もう逃がさないからね。ヘラヘラ。バカにしとるね、これ。遊んでくれて満足、ヘラヘラ。みんな遊んでくれない、忘れん坊、寂しい。もしかして友達が欲しかったの、この展開は。いやいや、シャレになんないわ。それはシャレになんない。ウィスパー切れてるね。ウィスパー切れとるね、これ。OK! はい、忘れん坊と友達になりましたね。忘れん坊、おお、ボカーン。これでいいでしょ。厄介な妖怪だな、これ。うん、また新たな妖怪と友達になりました。妖怪メダルの方ゲッチですね。忘れん坊、友達欲しかっただけ。友達、友達。テンション高いな。また、またやられた。ここはどこ？私は誰？忘れすぎだって。はい、どうやらね、これクリアらしいですね。今回かなり早かったですね。ボス戦もなく、終わりましたね。はい、じゃあ今回これにて実況の方は終了したいと思います。もしよかったら次回もまた見てくださると嬉しいです。じゃあね、ご視聴の方ありがとうございました。また会いましょう。